皆さんこんばんは。本日は2007年の2月26日です。読売新聞の夕刊の広告で面白いものを見つけたのでご紹介しようと思って動画を撮っています。ですね、これ一面を使った広告の記事なんですけれども、これ見てください。じゃん、東京大阪行き、なんかチケットのこう販売の広告のように見えるんですよね。なんかこう見てください。本日、今年のゴールデンウィークは大阪へ帰省しますって書いてあります。行き先も大阪になってる。ところがですね、これじゃじゃん、めくれるようになってましてですね、めくると東京ホノルル行きの航空券見たくなってるんですよ。で、予定変更ハワイ行きますって書いてあります。これ何かっていうとですね、実はこの広告の正体はじゃじゃん、こちら側、車の支払いが軽くなるトヨタの残価設定型プランということでね、こういう風になってるんですよ。なんか大胆な新聞の使い方だよね。これ初めて見た。なんかどうやらなんかこうトヨタで車買うとどうのこうのみたいなプランの紹介なんだけど、この新聞の使い方が結構ね面白いなと思って皆さんにご紹介しようかなと思って動画で撮ってます。新しい、一体広告料はいくらかかったんだトヨタ、やるねー。というわけで面白い新聞記事のご紹介でした。バイバイ。ホノルル行きたいねー。